福岡ですけどね、今いろんな人たちが訪れてきてるじゃないですか。さばききれんようになったですね。震災で福岡に本社を持ってきたものの、意外とそれを吸収できるオフィスビル、東京から来る企業広いじゃないですか。それがないんで、やっぱ諦めたっていうね。そういう話も不動産屋さんの人たちから話聞きますけどですね、福岡にね、観光客であれ、オフィスであれね、来ようと思っても、その受け皿の場所がない。まあ、グレードの高いビルっていうのは、それこそ修電さんが作ったビルぐらいしかないですよね。そうですね。なんともですよ、あの、不当のところにあのコンビ場を作ったじゃないですか。ああ。ね、あそここそが唯一残された、ね、付加価値の高いゾーンとしても、わあ、福岡の都市を拡大する。新西部のことで。そうですよね。どこは別の考えなんですけど、僕はその新西部のことでですね、皇后陛下をね、あの出された正田家の、まあまあね、会社であったんですけどね、ね、まあ、今はちょっとオーナーの役で。やっぱそのことをですね、誇りを思っている会社ですから、非常に会社として業績がいいんですよね。だから、そのことですね、やっぱり、お菓子としてもですね、僕は壊れるみたいな話だと思うんですけど、そういうね、業績のいい会社に来てもらいたいというのは、これは本音のところじゃないかなと。いかに元気があって、しちゃいますね。地域がやっぱ狭いし、見立てはできないしということになると、その受け皿は本当にじゃあどこに作っているのかなって、うん、だからそれはもう福岡市が管理をしているような青果市場たちであれ、旧大の、あの単なるすぐ競売あの任意売買するんじゃなくて、もうちょっと福岡全体の都市機能を議論してやるべきじゃないかなと僕は思うんですけどね。今ですね、その重大箱崎ですね、政府関係が入っている労働庁舎のそしてですね、あそこを渡り東側の地域ですね、うん、やっぱりその少しそのまあ有力に追いつけるよねとは言いませんけど、うん、やっていこうという成果地はもう完全な民売だけですから、福岡市がなんかこう、その、いわゆる博多区にある成果地ですね、うん。そうですね、やっぱりその、民間といってもいろんなレベルの